エドワード・ケダー・エンケティアは、イギリス・ロンドン・ルイ・シャム出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード。アーセナル FC 所属。イングランド代表の各ユース年代で選出されている。エヌケティア、ヌケティア、ケシャ等の表記も見られる。イギリスのロンドン・ルイ・シャム区、ルイ・シャムで生まれ、ロンドン南東のチームヒリフィールダーズでプレーした後9歳で、チェルシー FC のユースに引き抜かれた。 2015年、身長の低さを理由に U-14 のカテゴリーで放出された。しかし、数日後にアーセナル FC からトレーニング参加の招待を受けて合格し、アーセナルユースの所属となった。2015から16シーズン、彼は28試合24ゴールという記録を残した。2016年9月、アーセナル FC とプロ契約を結んだ。 2016から17シーズン、U-18 チームで16試合で15ゴールを決めるとともに、飛び級で U-23 チームにも昇平され26試合12ゴールという記録を残した。2017年夏、その活躍がベンゲル監督の目に留まり、トップチームのオーストラリアと中国へのプレシーズンツアーに招集された。2017年9月28日、 ヨーロッパリーグのバテボリソフ戦でトップチームに招集されると89分から出場した。次にトップチームでの出場となったのは約1ヶ月後のエフルカップのリッチシティ FC 戦となった。この試合でアーセナルが1点ビハインドの85分から投入されると15秒後のファーストタッチでゴールを決め、さらにもう1点追加し2得点の活躍で逆転勝利に貢献した。 2019年5月12日、シーズン最終戦となるバーンリー FC 戦において、プレミアリーグ初得点を決めた。2019年8月8日、2019から20、シーズンの間へ降るチャンピオンシップに参加するリーズユナイテッド FC に、レンタル移籍することが決定した。しかし、リーグ戦先発出場はわずか2試合と、あまり出場機会を得られなかったため、 2020年1月、ローン契約は打ち切られ、アーセナルに復帰した。7月7日のレスターシティ FC 戦では、後半26分から途中出場で起用されながら、ボールに触れることもなく、4分後にレッドカードを提示されるという、不名誉な一発退場を受けた。2021年8月1日、プレシーズンマッチのチェルシー戦で右足首を負傷し、約1ヶ月の離脱をした。 2017年3月22日、U-18 イングランド代表として U-19、サウジアラビア代表戦で国際的なデビューを果たし初得点を決めた。次戦の U-19 カタール代表戦ではハットトリックを達成した。2017年11月、2018年 U-19、欧州選手権予選のフェロー初等戦で4得点を記録した。 2018年5月18日、トゥーロン国際大会で U-21 イングランド代表に初、招集された。同大会では、準決勝の U-21 スコットランド戦で2得点、決勝の U-20 メキシコ戦で、キーランド OL の決勝点をアシストし、イングランドの優勝に貢献した。また、 彼のスコットランド戦の一つ目のゴールは、トーナメント最優秀ゴール賞に選ばれた。2020年9月4日、U-21 コソボ代表戦で、U-21 イングランド代表のキャプテンを、初めて務めた。同年10月13日、12戦目となる、U、U-21 トルコ代表戦で14得点目を、決め、アランシアラー、フランシス・ジェファーズの持つ、 それまでの最多得点記録13得点を抜き、イングランド代表 U-21 の歴代最多得点者となった。ありがとうございます。